店の写ってるな、おこれからだ、いつもねチャリンコで行くの、若い時は、ね、板持ってったけど今疲れるから、これがまたさ怖いんだよ、あんまり乗らない、おどうだってこう言ったのね今でね、いつも声かけるの必ず、波はどうよ、それが俺のさ、基本だから必ず声をかけてあげる、安心するみたい、俺が、あ乗れないな、コンテキ波がつってポイントブレイクでピーク2、30人さいるわけ、うちのクラブ員がのさ、俺社長なんねんの、全然乗せてくんない自分たちが、俺はものさ端っこの方だからなかなか乗れない、まあ、これちょっと乗って、でもさもうほんとかわいそう、泣きたかったよ、みんなバンバン乗ってっちゃうんだもん、おこれ小室選手だね、ああいいね、ずーっと波がまた崩れないから、愛のボトムターンのとこじゃないね、もう本当に今まだ立つのがちょっとあれだね、遅い、でもまたね平野紗友子さんが教えてくれたらバンバンやれますよ、紗友子さん、あと1ヶ月もすればビンビン行くからレイトで、それだけねトレーニング今やってる俺苦しいよ、今日も100回100回で足をグッグッグ上げるのは疲れるよ、何のためにやってんのかなと思うけども、このサービスうまく乗るためにこんなフラフラしてるじゃしょうがないでしょ、これでだいぶ慣れた、今まで一番良かった、今まで一番良かった、やっぱりねクロールと平泳ぎをねミックスで泳いだろ、はい、これで、ね、もうね3日やっただけでこれだもん、だからもっともっと やるって車を送ったらサービスやるよ、やっぱりサービスやらないと、でも今日はすごい気持ちいい、だってもう2年半悩んでた乗れなくてさ、結局さかわいそうだよ、あんだけ乗ってた男は乗れないんだもん、だから俺の乗ってきた十何年乗ってきたあのヤマネを気使うから今日ワックス乗れなかった、それだとさ普通のウレタンだから速い、こっちが EPS だから軽いからさ珍しいのよ、あよかったよかった、これだったらねみんなに喋ってもさああでもないこうでもない納得するけども、あのままじゃさなんだまあさ口ばっかしだなあ、あんだけ棚からね、すべてほらね分かってるんだから、分かってる電池が乗らないから、いやーよかった、やっぱサーミンいいよ、もうほんと自由だもん、波がね教えてくれるよ、まあもうそれじゃできないとか、波は怖いよ、波が一番先生だね、怖い、波が全部教えるよ、すべてを俺の人生の、いやーよかった、波が今日ポイントブレイクだったからねなおさら難しいよ、ありがとうね、サーフショップは増えたんですか、まあ、辻堂ってサーフショップは増えたんですか、増えたね、このところがね、はい、カッパ通りだったの最初、はい、カッパ通りってそこに自宅だから、はい、そこがね、はい、そこで焼き鳥屋飲み屋やってたから、ぐーっとさ行ってカッパ通り、もうみんな商店街引っ張ったじゃん、ここがカッパ通りになって、うん、サーワー通り、だから本当のサーワー通りはあそこからです、これとこね、これのこの、ね、ブルーのサーワー通り、今向こうがサーワー通りって言うけども、ここが本当のサーワー通りだよ、本当に何百台って取ったんだから、でそこのサンローレっていうさあのパン屋が1000個2000個売れたらしいサーバー、はい、栄えたのよ、だからサーバーで、これから KJ カップのマーボロや KJ カップの4月の5日 を大会成功されるために何しろ雨が降っても雪が降っても波が膝も回るようにということで、ここでセブン8分で酒を買って、お宮さんもお願いしますってね、拝んでからまた墓参り行って御子さん頼むよってやろうかなと思ってます、ちょっと赤いが両方っていうところは水木だったのね、うん、そこでいい鍋だったの、そこでこのところに壁に鍋の絵を描いたりして、うん、なんとか落としたんだ、日本なかなかできない、もうここでやったの、ここで昼やったの、一堂の駅前、あ、自由人間だから、これが俺が育ったとこだ、そうよし行くよ、
物だとね、猫とかさ、小じきが食べしちゃって、もう小じきのためにはね、ずいぶん何十年って作ったんだけども、これね、これがね、おいで様、4月5日、波を立たしてください。お願いします。波さえ立てば試合ができますから、お願いします。たまにしか来ないけども、聞いてください。お願いします、お姉様。よし、これで波は必ず立つ。コロナも絶対なくなる。このお姉さんはすごいね、市民なりだから守ってくれる俺を。これから奥さんのとこと袋のこと墓参りに行きますから、お姉さん頼みます。よし、これでさっぱりした。水をそれだけ皆さん、俺が大人になったから、まず思う心、人を思う心、人に助けてもらったらまた返す。人のために俺は生きてきた。だから疲れたよ、でも大人になったね。やっぱりさ、なんていうのかな、成長したのは奥さんが死んで、だから死んでも彼女は俺を成長させたかったんだよ。アロハヌイ、これはタイガーエスパーが、タイガーが作ってくれたのね。ほんでこのタイガーが作ってくれて、名前考えたわけ。最初アロハって言ったら、バカ野郎、お前商売敵がうちのお店の近くにあるんじゃないの。そういったあの辺の行って、高台行って、ヌイっていうふうに言われたわけ。何なんだ、英語で言ってみろ。あの辺から、あのね、今松の木があるところぐらいに線香全部あげたから、あいつ俺の墓がね、変わってて、みんなに迷惑かけちゃいけないと思って、段階の人が見に来るわけだよ。俺のだけ変わってんじゃない、パイナップルがあって。それでイングリッシュで言ってみたら、ストロングイズラブ、ストロングイズラブどうなんだ。みんな檀家の人たちがね、供養してね、供養しなさいっていう意味なんだって。あのなんていうのかな、あの先祖、それで格が上がっちゃって、これをみんな見に来た人がいっぱいで見たいよ。でも俺はそんなの関係なく、自分がこういう墓を作りたいから。だからこのアロハヌイには着るもんにも入ってるし、もう おいおいおい、今日はもう久しぶりだね。うん、シェーピング、いやいや、そんなことなくて、もうチビタは日本のチャンピオンだぜ、日本ので、シェーパーでももう日本のトップクラスだから、もうでショートも全部削れるから、でパイプラインマスターズも出てるし、もう完璧だから、でロングもショートももう何番もと削ってる人だから。そうね、1万5000ぐらいはシェープしてるね。すごかったよ、うん、なあ、まーちゃんとこでももう10 20年ぐらいやったかな。そうだな、子供の頃も結構やってる。今からそう40年以上だね、うん、50、20歳ちょっと過ぎぐらいの時に藤堂のヤクザモンの家のとこでシェイプしてた。それでね、チビタのとこで民家の中だよ、交渉して。そうそう、チビタに頭が上がんないのは、これ湘南家のお坊ちゃまでさ、マリブのあのボート持ってたわけ、変えて。で俺は貧乏だったから、焼き鳥屋の息子だしさ、飲み屋の息子だから買えなかった。で俺は日大学校用にもう小室君と入っても弁当持って海よ。でチビタは湘南学園で勉強やってる。俺はもうチビタに借りてさ、サービス、それで全日本で優勝しちゃったんだから。10ヶ月だよ、マジャンマジャンって戻ってこました。3時間ぐらい戻って、3時間戻ってこない、チビタは学生来て戻ってこいって、うるせえことやろうっつってさそんな感じで。だからチビタに頭が、日大は怖いわけ、日大はね。であれだよ、上手くなって、俺の滝で優勝したんだもんな。そうだ、全日本ですぐ優勝した。ああ、尻川まで、うん、俺その時4番、まあ、それ4番だったよな。やっぱりさ、盲腸の手術して、はい、抜歯もしないで1週間で出たの試合。そうかよ、うん、ここのとこガムテープ貼って。本当ですか。だ昔のさ、みんなそうだよ、うん、マイケル・フォーだってな、あの羽織ってさ、ほんとウレタンやって出てるんだし、うん、やっぱり今のサーバーはね、あの甘いよな。やっぱり時代がそうなのかな。俺たち苦しいんだよな、ウエストスーツだってないんだよ。お前真実に好きだったからよかったんじゃない、商売抜きで。そうだな、うん、あの時はもう無我夢中でやったから青春だったもんな、うん、俺たちのな、うん、そう青春な。またチビタがさ、ドジが削っていたでうまいんだよ、ペンポンペンポンさ。で俺たちは倒しても戻ってこい、もがわさんも俺もさ苦しいんだよ。やきもち焼いて、やきもち焼いた、ドジに言うの。ああ俺にもそういうの作ってくれ、でも俺にしか作ってくれないの。ああ
で、道中俺たちにいただけ乗りにくく作ってんじゃねえかって、そんなことないって言うけども、チビタがもういいね、もうペン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 すごいんだよ、マップ寸断からトリミングからさ、ボトムターンからパクリンチョってよ、パクリンチョって半端じゃないの、ローラーコートな、パーンってやってさ、チビタが沼くわって稲村さんにもそうだ、アウトサイドの人ってうまいよ、めちゃめちゃバーってボトムターンしてシーッとさ、こいつのアカンとか一番フックのとこでな、上でチューブ入るんだよ、稲村で、やっぱそれはチビタしかいないよ、大ボトムターンの、すごい愛のボトムターンだな、俺と。そうだね、愛のボトムターン、マーちゃん得意な愛のボトムターン、18番の。あ、ともかくね、ローラーコースターだってな、何点何パン、何万回やらないとうまくなんないから、ノーズライディングもそうだし、もう七人の加工のプルガンデの加工でもな、もうハングファイブで、チビタの場合には軽いからさ、やっぱりノーズに行きやすかったわけよ、だからやっぱりすごい綺麗だった。でもマーちゃんは全然俺の中で身体能力がすごかった、俺は努力したよ、マーチはそんなに努力しなかった、天才なの、俺は努力家。そうかな、うん、すごいよ身体能力。今落ちぶりやってんけども今立てなくて、今日もこれから行くよサービス。ちょっと今日は何じゃないの、今日、いや昨日よかったよ峰横、地形もいいの、あいいの今日、でも今日もっていうのもう物買いで、あいいんだ、いいすごいすごいすごい、おー、いい波だな、天気もいいし、あ富士山がいいね、やっぱり日本の富士山、世界の富士山だね、水槽で見るのが一番いいらしいからね、いい波だよ、石岡プロ、石岡うまいんだよ、ね、ノーズリングのもパーフェクトだね、ノーズコントロールも来たし、でカットバックもいいでしょ、皆さんもこういうこれをすごく参考して、ね、してもらいたい、辻堂はこういう風に滑るライディング、また釘沼とはちょっと違うから、ほら見て、ちゃんとノーズに足掛けて、ね、無駄がない乗り方に一つ一つ丁寧に乗って、なおかつスピードをつけて、スピードが出たらテープかけてノーズを止めて、でハングファイブかける、いいとこ滑ってるじゃん、全てがカットバックもいいし、でスープにこう食らいながらまたフックに戻る、これが本当のサービンなんだ、あーほらターンもね、大きなねフックターンですよ、得意だから石岡選手の、うまいよ、もう完璧だよ、これでだいたい 6.5 ぐらい出ちゃうから、2回で 6.5、6 とかでもうね2ラウンド2ラウンドいきますよ、ほらカットバックもいいし、無理なくやってるんでしょ、遠心力かかって、遠心力をカットバックするときね、ここでノーズに行きますよ、これからターンしてヒュッと、あーこれはプロだとか、まあ、ちょっと波が足りなかったね、キックターンしてカットバッキングで、このフックを見ながら滑ってるからね、必ず一応がどこでハングファイブかけたらいいから、切り立ってきたらハングファイブかけるから、これかけるのかな、あ、かけた、ほら、ね、これでもいいのよ、ね、プラでだけど、これでも点数だ、これで 4.8 ぐらいだね、だからみんなね、丁寧に丁寧に滑んなくちゃダメだと思うから、見てる人は石岡選手のいいとこを全部ほらフックターンして、ここで軽いになったところをカットバックして、でちゃんとすぐターンしないで待って、懐辺で待って、ハングファイブかけるね、こんなあんまり軽にならない波でかけられないよ、普通の人は波が良すぎてね、いや石岡選手すごいね、最高だね、さすがだよ、辻堂であるだよ、ベストライディング賞も取ったことあるんだからね、いや前回ね、もう鎌倉の峰横でやって、まあ、太郎がエスコートしてくれたんだけども、まあ、サイコもやってて、それで自分は3発か4発峰横で乗って3発か、で太郎があと1発って言ったけども疲れたからって言ったんだけども、それで上がってきたら、サイコが
マーさん久しぶりっていうことで、で、いやマーさんにいろいろ教わりましたとか、いろいろ俺も最後にアドバイスっていうか、うまいねとか話したんだけども、最後はやっぱり俺のこのあんまりチャンピオン時代うまかったのに今落ちぶれちゃって乗り方しちゃってんから、いよいよでお化けが乗ってみたいな感じだから、最後も気にして俺に教えてくれて、股関節足が上がんないんだったら足が上がるようなストレッチ話してくれた。それで俺は最後がやっぱりチャンピオンだし、よく聞いて、で自分で帰ってきて考えてメニュー作って、それで今あれからバンバン、わずか2週間か3週間なのにだいぶ右上がりでよく立てるようになってきた。あとちょっとで、最後に言われたことを何度もやってるうちに10回を3回でいいって言うけども、30回で物足んないのよ。だからもうさ100回とかやっちゃうの。それで痛めちゃうんだけども、でも今回は痛めるよりをやればやるほど良くなってっちゃうんだよ。痛みが取れて、ほんと足が上がるようになったのね。だから俺はラッキーだなと思って、もうなんていうのかな、そのなんていうのかな、神様みたいのに思った最高が。だって会ってないんだよもう何十年って、ね、ちっちゃい子供の最後は17、16の時ぐらいはあったけども、最近はずっと会ってなかったじゃない。鎌倉行かなかったから、最後に会えて嬉しい。最後のサーフィンも見えたから、太郎の平野太郎の乗り方も今回はもう最後と、平野太郎に会えて、あいつらのサーフィンを見て、もう西郷さんももうパックリン、もうすごくマニューバーが西郷さんも太郎ももうしっかりしてる基本通りですよ。そういうサーフィンを皆さん見てね、クゲ沼とかいろいろやるけども、上手い人の見なかったらあなたたちどうやってうまくなるの？ねね、白野最高チャンピオン、ずっとチャンピオンだ。太郎だって、ね、チャンピオンでプロだって、ね、10位11位9位、ね、杉井っていうのはもう一人いるんだ。3兄弟はもう日本でその3人が全部プロでチャンピオンだから、それの、ね、杉井はいなかったけども、太郎とそれから最高がいて、峰ヶ原の親分だからもうローカルだから優しいしね。それで会って4発乗せてくれたら OK って入れてもらって、アドバイスしてもらってね、乗って太郎の乗り方見てて、波のこうフェンスがあるところをもう一直線もうピッ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 下からボトム、もうトップアンドボトム、トップアンドボトムでもうパクリンチョス戻す、やっぱりねすごいなと思うよ。65歳からそれであんだけの乗り方、しかもショートボートだよね。太郎西郷さんも60歳になるって来年で、60歳なのに若い娘さんと変わんないよ乗り方も。でもっとしっかりしてるよ今。みんな若いやつはごまかすじゃん、みんな女の人もローラーコースターだってさ、半ローラーコースターで俺が出てさ、でも最後だんだんかパクリンともうボトムにスープ当てて返してね、そのパクリンチョがすごいっていうのよ。やっぱりローラーコースターはもうパクリンチョって決まるから、蹴りスレーターなんかだってすごいでしょ。やっぱりそういうさ、そのローラーコースターイコールパクリンチョって俺なんか呼んでんだ昔からね。結構この辺じゃみんな知ってるから、パーンってやっぱりさ、そのなんていうの、力強いサーフィンでね、カールから7メートル離れても5メートル離れてもいいの。グイーンとラウンドハウスバックしてここまで来たらもう一回蹴る、ここで上に上げてパクリンチョだからさ、そういうさ動作みんな知らないわけじゃん。だからスルスルって来て、それでパクリンチョまでいかないうちみんな倒れちゃう。やっぱりね、ちゃんとした基本をもっともっと、俺ショートボートの人たちもロングボートの人たちも基本を覚えなくちゃいけない。俺たちが始めた頃はね、ロングボートだった、それからショートボートになった、でまた俺がロングボートをはやらかしたね、そういうふうに段階して、俺もショートボートの何回、まあ、自慢してもしょうがないんだけどもね、優勝したよ、ね、だからこそ今言えるわけで、シェイプもそうだって最初シェイプなんかな知らなくて、板がないからしょうがないから自分で作ったんだから、それがさ今度今商売になっちゃったわけよね。だからなんていうの、前回のその股関節の方は今バッチリ、西郷さんありがとうね、今やってるから、で明日はねまたプロの人たちが来て一緒にこの俺の股関節この痛いのを伸ばして直してくれるって言うから、頑張る。だからあと2週間ぐらいしたら取れるって言うから、それとはその次またサーフィンやるときにはもっといい乗り方ができるんじゃないかなと思います。今回はこの股関節の、話、あんまりプロじゃないからできなかったけど、ともかく股関節伸ばす、足を上げたり曲げたり、やっぱそういうジョギングもいいけども、まずその痛いところとか腰の悪いところはね、股さばきとかいろいろやってます僕も、まあ、毎日で腰の痛いのも取れた、一
人に言ったら、まあさそんなもんじゃね治んないよって言うけど、俺は治る。それはなぜかって、自分の痛いところは自分で治さなくちゃいけない。それは加害が俺に教えてくれた。俺はあの時お金があったから、医者に行って注射したら何やかんやって何十万使った。で稲村で会ったって、加害俺これダメなんだ、僕もまあさ腰が悪くて実は最悪だったんですよ、ね、でお前ね、うん、どこの医者行ってんだ。医者行ってないって言うんだ俺に、ね、お金がないから自分ので治してるって。加害いいこと言うね。自分の痛いところは自分で治さなくちゃない。医者に行く、注射打つ、整体行く、何行くって言っても道は作ってもらっても治んないんだって。自分で治さなくて、俺もだから自分で治す。だから今西郷さんに言われたから、俺はもう絶対ね治すよ。あと一月もしたら本当に見違えるように立てるようになると思う。それが俺の根性であると思うから。だから股関節のみんな悪い人はもうマーボルやるの電話かけてもいいし、ね、西郷さんにあの鎌倉で会ったらね、教えてもらえばいいよ。優しいから教えてくれるから、太郎だって、ね、みんなサーバーだから、同じあいつら本物サーバーだからね、偽物サーバーじゃないから、ちゃんと助けてくれるよ。それから今回、また今回のいいとこと悪いとこ、今水道で滑ってるところのお話するけども、いいところは何もなかった。悲しいけども、やっぱりね、自分がうまく乗ろう、今度はうまく乗ろう、何十発乗ろうとか考えちゃってんか、ね、結局いいとこ見せようと思うから、ね、これが回ってるからいいとこ見せようと思うのはそれ逆効果、全然乗れないんだもん。だやっぱり、なんていうのかな、いいところは波に入ったサーフィンやった、それぐらいで、あと景色も良かった、みんなと前でいいけども、もう悪いとこだらけよ、悩むんだ。毎日俺寝れないんだよ、そのことで。ね、なぜ寝れないかって、上手くなりたいの本当に。ただ来てペン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 ってやって、よかったねって帰るサーファーと違うから、俺は何しろこの72歳でともかく、ね、ビンビンに我が家と負けない。乗れば上手いと、上手いっつってね、俺も上手いと思うもん。乗ればいい波乗って、ダンパじゃなくね、ピーって言えば、もうスラロームからカットバック、ボトムターンもできるんだから、ノーズもいけるんだから。ただダンパみたいに乗っちゃってんから結局いけないんだってね。石岡よりは上手くないけども、ちっと足かけてバクリンチョできるから、だからこの割りとこだらけだから、これを課題がいっぱい増えちゃってしょうがないんだけども、一つ一つ今やることいっぱいあって、何やっていいか分かんないのね。ピストルが一つしかないのにさ、的が5、6個あってどれっていうか分かんなくなっちゃってるわけ。一つの的でやっと、で倒したら次次って、そういうことを今自分で反省しながら、毎朝朝ベッドの中でやって、起きてやって、それからお店に来て、これからやりますよ、また足を上げたりして。辛いけども、やっぱり波乗りがね、乗れればね、やっぱり俺は幸せじゃないの。波乗りしかないんだ、楽しみがね。皆さんがこうポンポンって土曜日曜日来てやるサーフィンと、また俺たちは違った練習をしなくちゃいけないし、そこがかわいそうなもんで、で嫌だったらプロを辞めればいいんだしね。でも死ぬまでプロサーバーやっていて、皆さんのなんていうの、麻婆さんというこういうおっさんがいたよ、80まで試合出てんで、やっぱりみんなに希望をね与えたいから、それが俺のいつも言ってる任務だからね。でまあ次回の課題は股関節をやって、ねでのもう倒れてもいいから、かっこいいとこばっかり見せちゃうわけよ。でも倒れてもいいからやる、やっぱりそういうサーフィンのこう自然な力が、肩に抜いた力をでやればもうちょっといいのかなと思うよ。毎日考えてる。で考えすぎちゃうから余計に力が入ってさ、いいとこ見せよう、ね、カメラマンにいいとこ見せようって思っちゃう。みんなもね、マーサーさすがうまいな、そういうことばっか考えちゃってるからさ、結局ダメよ。基本を忘れちゃってんだ。今回は基本なんか関係なくね、そういうなんていうのかな、基本じゃなくて、その見せるとかそういう関係なく、自分でやってきたことを思い出しながら、肩の力を抜いて、ね、それでサーフィンするのを乗っていく。で当然ね、股関節とかそういうコントロールしてるから、ストレッチやってるから、今2時間ぐらい毎日やってるよ。つらい、一杯飲みたいのにも飲めないんだよ、ね、飲む前にやんなくちゃいけないの、それつらいよ。俺だってさ、72回入ってさ、一人暮らしだし、本当に冬なんかもうさ、電気つけてこたつけてストーブつけてさ、それからあとはね、ヒーターじゃなくて暖房、もう疲れるよ毎日のあれが。そういう風にしてやっぱり自分がなんていうのかな、それでもサーフィンしかないから、楽しみはやっぱりサーフィンが、やっぱりうまく乗れれば気持ちが違うしね。
全部良くなるよ、全部良くなる、サーフィンがうまいと。だから皆さんもサーフィンをやるんだったら、ただ自分のエンジョイ、マスターベーションじゃなく、もっと深い難易度のところ滑ってもらいたい。誰もね、このサンデーサーファーっていうんですか、うまいよ、うまいんだけども結局逃げちゃう、まっすぐ滑っていっちゃうわけ、逃げちゃうわけ。サーフィンってのは戻んなくちゃいけないわけ。そういうサーフィンしてる人は誰もいないよ。石岡ちゃんと戻ってんじゃん、プロはね。やっぱりそういうアップスンダンでもさ、パン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 やるけど、カットバック、一番大事なのはやっぱカットバックなんだよ。そういうサーフィンを全然してないね。だからもっともっとビデオでもいいし、ローカルの上手い人でもいいけど、見なくちゃ上手い人見て、自分で味わって頭と体に入れてサーフィンやる、サーフィンが楽しいと思う。今回きついコメント言ってごめんなさいね。俺は皆さんに上手くなってもらいたいから、コメントを言っただけだから。それとあと皆さんとこれからサーフィンを楽しくやりたいなと思ってます。だからビーチであったら声かけてください。